では次、モーピさんからいただきます。モーピさんありがとうございます。でですね、私特別欲しいものがあったら言ってくださいって言ってて、やり取りしてる中で私モーピさんが欲しいもの言ってくださってたんですけど、私それをすごい見逃してて、それを入れてなかったんですよね。それを先ほど見返してて気がつきまして、ちょっと改めて別で送りさせていただきます。すいません。てれんてん、かわいい地元で人気のケーキ屋さんのお菓子です。おてってには人と人をつなぐという意味があるそうです。広川さんにぜひ食べていただきたい。おてて、おててって言うんですね。かわいい。おてて、プチプリンスというところのおててですね。ありがとうございます。こちら、あ、これもプチプリンスの、プチプリンスのカンカンに入ったクッキーですね。あ、お茶菓子です。かわいい。じゃーん、アンティーク調の、アンティーク調の缶。あ、私これ好きですね。このメレンゲ焼いたお菓子好きです。絶対美味しそうなクッキーって見てわかりますよね。これ多分美味しそうなクッキーです。あ、これも絶対に美味しいやつ。お手紙今発見しました。あ、なんかこのシール懐かしいですね。広川さんへ。こういうちょっとぷくっとしたシール、ちっちゃい頃なんかすごい好きだったな。ありがとうございます。え、まさかでしょ。あ、びっくりした。今すごいさっきのさっきのサンタさんとちょっと雰囲気似てたんで、え、 まさか違う、同じサンタで違うシリーズあるのかなと思ったんだけど、違いました。はい。来年もきっとたくさんの素敵な出来事があなたを待っています。バイサンタ。え、これかわいいですね。え、かわいい。こういう感じ、いろんなサンタがこう奥深くにいます。楽しいこといっぱいの1年になりますように。バイサンタ。何気マリクワのカードです。大好きな広川さんへ。いつも YouTube やツイキャス楽しみにしております。ありがとうございます。戦場から帰還した私を、モーピさんは、とあるファストフード店で働いていまして、戦場だそうです。戦場から帰還した私を安心させてくれる点点点、広川さんの存在に感謝しております。こちらこそありがとうございます。いつもコメントいただき、最近ではスヌーピーちゃんも私を待っていてくれるので、私がスヌーピーのぬいぐるみ持ってたんですけど、それをメルカリで出しまして、モピさんにご購入いただきました。家に帰ると安心します。ありがとうございます。今回はライブ配信後にもかかわらず私も参加させてくださった広川さんの心の広さに感動しております。なんですが、私がなんか欲しいものあったら言ってくださいねって言って、欲しいものわざわざ連絡いただいてたのに、私そこだけ見逃してて、でもそれに対しては触れてなかったんですよね。荷物届きましたって、プレゼントいただきましたって、で私言われたやつ一切入れてなかったんですけど、それでもそれに触れず別でお送りしますので、すいません。いつかもし広川さんにお会いできたら感激すぎてショック死してしまいそうです。風邪ひかないようにお体大切にしてくださいね。お疲れ様です。もう美容ありがとうございます。すごい、まさかのこのサンタさん、このなんていうんだろう、疲れた人用のサンタさんが今流行りなんですかね。ありがとうございます。あ、まだ まだあります。もしかして関東でも売ってるかもと思いつつ、ノリで入れてみました。かっこ笑い。関西だし醤油。あ、でも確かに関西の味って書いてある。見たことないですね、これ。一瞬梅味かなと思ったんですけど、関西だし醤油。大阪人のおやつです。満月ポン、なんか聞いたことあるような。満月ポン、満月ポンは厳選された小麦粉で焼き上げ、秘伝の醤油で味付けされた昔懐かしい日本の味を伝承した一品です。どなた様にも安心してお召し上がりいただけます。お風みたいな。じゃあこの満月ポンいただいてみます。いただきます。あ、でも匂いはよくあるゴリゴリのせんべいの醤油の匂いと全く一緒です。いただきます。え、不思議。これ本当だ、ポン菓子ですね。ポン菓子、ポン菓子に
せんべいのあの醤油のタレを塗ったっていう味ですね。うん、確かにどこか昔懐かしい味します。こちらのクッキーすごく絶対美味しそうなのでいただきます。かわいい。じゃあいただきます。うん、手作りクッキーに近い優しい味。うん、もうクッキー食べて分かりますね。ここの多分お菓子屋さん、美味しい洋菓子屋さんなんだなっていうの分かりますね。懐かしのマドレーヌ、おてて、おてて、どんなおててなんでしょうか。手の形してるの、だらん。あ、めっちゃ、どういう意味でおててなんでしょうか。マドレーヌですね、おてて、美味しそう。いただきます。おててが美味しいことによって人と人とをつなぐよという意味のおててなのかな。それとも赤ちゃんのおててのような感触だよということですかね。うん、柔らかい。うんうんうん、なんかよくあるあのお土産屋さんのこういう洋菓子ってあのなんか手作り感なくなっちゃってるんですけど、ここのお店のやつはクッキーもそうなんですけど、手作り感が残ってる、このなんて言うんだろう、いい感じです。いただきます。うん、美味しい。手作り感がしっかり残ってる、おてて美味しいです。ありがとうございます。